の野郎はこの俺様がきっちりと退治してやったからあのバカ兄貴も目が覚めるだろうぜ。てめえがリリー目当てに裏でコソコソしてんのは分かってんだ、パンツ野郎。二度とリリーに近づけねえよ。ここで徹底的にぶちのめしてやる。俺はこの大会にリリーとの未来をかけてんのよ。俺たちの恋を邪魔するってんだ。お兄様相手でも容赦はしねえぜ。リリーとのデート、俺はまだ諦めてないぜ。ポジティブというか、なんというか。ま、それでこそ俺たちのジョーだな。